打賞前にコーナーからバック、その津村が行った、津村が行った、8番久富、さらに四国勢を連れて打賞で7番久保田陽介を叩いて出ます。8番久富久高のところに7番の久保田が飛びついた。おっと、ここはシビアに福岡分断を狙ってまいりました。7番車久保田陽介です。3番手も1番の山本、さらに2番車雪だりで並走なんですが、さあ2番手は8番の久富が競り勝ったか。3番手のインで抵抗する7番車久保田陽介、最終2コーナーからバック、3番津村浩二郎、8番の久富久高、3番手のインに7番車久保田陽介、そのアウトに2番車雪だり、あとは並走の後ろから山本、山本が最終2センター縦に踏んでいく直線コース、津村浩二郎、久富久高、さあ津村が粘った、津村が粘っての五輪です。3番津村、あとは1番の山本、3着争いどうでしょう。外5番の安田がよく追い込んでいます。